アハーンは、アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身の元バスケットボール選手。原指導者。現在は NBA ゲータレードリーグのオースティンスパーズのヘッドコーチを務めている。ミズーリ州立大学で4年間プレーし、4シーズンでのフリースロー成功率が94%を記録するなど、同大学の中心選手として活躍したアハーンだったが、 2007年の NBA ドラフトでは、指名外に終わり、D リーグのダコタウィザーズからプロ生活を開始。2008年3月21日にマイアミヒートと10日間契約を結び、念願の NBA 入り。27日のデトロイトピストンズ戦で15得点を記録したアハーンは、結局シーズン終了までの契約を獲得。4月10日には D リーグの新人王に選出された。 2008から09シーズンのシーズンキャンプには、ミネソタティンバー・ウールブズのキャンプに参加するも、開幕前に解雇。ダコタ・ウィザーズに戻った後、11月16日に、サンアントニオ・スパーズと契約。しかし、30日に、参加のオースティントロスに送られ、翌月解雇。再び、ダコタ・ウィザーズに復帰し、同シーズンの D リーグオールスターゲーム MVP を受賞した。以降も、 D リーグや海外リーグなどでプレーしたアハーンは2015年3月11日にゴールデンステートウォリアーズ参加のサンタクルーズウォリアーズと契約2014から15シーズンの D リーグ優勝を経験し選手生活を締めくくった引退後は高校のコーチを務めた後2017年8月1日に G リーグのオースティンスパーズのヘッドコーチに就任した ことが発表された。ありがとうございます。